奈良の伝統工芸品を自分で作ってその魅力を知る体験教室が奈良市内で始まりました。教室は奈良の伝統工芸品の匠の技に触れてもらおうと毎年県が開いています。7月30日まで高山茶筅や赤肌焼きなどさまざまな体験が予定されており、初日は奈良うちわがテーマとなりました。和紙に華やかな透かし彫りをして仕上げる奈良うちわは、そのルーツが奈良時代まで遡るといいます。参加者は鹿や花など透かし彫りを入れる繊細な作業に真剣に取り組みました。奈良で唯一奈良うちわの技術を受け継いでいる講師の池田忠さんは、この体験を通して改めて奈良の伝統工芸の良さを感じてほしいと話していました。集中できたので楽しかったです。絵も奈良の鹿さんとかいいなと思いました。